実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでヨボヨボで一軒とも歩けません。他の鳥はもうよだかの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などよだかに会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしました。また出てきたね。まああのざまをごらん。本当に鳥の仲間のつらい腰だよね。まああのくちばしの大きいことさ、きっとカエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。おう、よだかでないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて、顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがよだかは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえってよだかはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、よだかはハムシを取って食べるのでした。それによだかには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でもよだかを怖がるはずはなかったのです。それなら鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つはよだかの羽がむやみに強くて風を切ってかけるときなどはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くてやはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。ですからよだかの顔さえ見ると肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろと言うのでした。
ある夕方、とうとう鷹が夜鷹のうちへやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか？ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。タカさん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば俺と夜と両方から借りてあるんだ。さあ返せ。タカさん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言ってみんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いいや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く鳥の家を一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。幾匹もその喉に入りました。
体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがよだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはすぐそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸が疲れたように思いながら、また空へ登りました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空を巡ったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。ああ、辛い辛い。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。Thank you.
火はだんだん水のように流れて広がり、雲赤く燃えているようです。夜中はまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。綺麗なカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そして夜中の降りてきたのを見て言いました。兄さんこんばんは、何か急のご用ですか？いいや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん行っちゃいけませんよ。八鈴でもあんなに遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかはいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれね。さよなら。兄さんどうしたんです？まあもうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。夜中は泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。夜中は高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽や毛を揃えてまた巣から飛び出しました。霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りました。夜中はグラグラするほど眩しいのをこらえて矢のようにそっちへ飛んでいきました。
ぞ私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼ける時には小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。行っても行ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前は夜中だな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。夜中はお辞儀を一つしたと思いましたが、急にグラグラしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や黄の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体を掴んだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。夜中は目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって空は青黒く、一面の星が瞬いていました。美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。
西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになってよろよろと落ちて、それからやっと踏み止まってもう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や黄や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どうなものだ。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年億長年だ。そしてまた別の方を向きました。また、よほど金もいるのだ。
よだかはもうすっかり力を落としてしまって羽を閉じて地に落ちていきました。Thank you.
星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。